材を選ぶのが大事ですよね。必ずアンダーにあのシルクを忍ばせてくださいっていうふうにはお伝えします。自分が気に入ったものを買って長く着ていくっていうのが一番サステナブルですよね、はい、そうです。今ですね、まあ、働き方改革ということの流れの中で、はい、もう快適に仕事を進めていきたいということでカジュアル化が進んでいるような気がします、はい、でクールビズウォームビズもそういった流れもあったと思いますし、はい、昨今ですと例えば銀行もカジュアル OK というふうな、号令も出ている銀行もあるというニュースで読んでますけれども、はい、仕事として人に相対さないプレゼンテーションがありませんよ、今日はデスクワーク中心ですよといったふうな時の着こなしのカジュアルってどのあたりまで許されるものですかね、まあ、それ職場にもよるんでしょうけど、はい、私すごく考えるのが、職場の仲間を仕事の相手と考えるのか、仕事の仲間と考えるのかによってその装いも違ってくるのかなと思うんですよね、難しいですね。もしかしたら中間ぐらいなのかなとは思いますけれどもね。ただ自分が朝から晩までずっと原稿を書く、はい、もう座って本当にトイレと昼食に立つぐらいでずっと座ったまま原稿を書くなんていう時は、はいはい、やはり何を優先したいかっていうと長時間座っていても疲れない例えばボトムであることだったりとか自分のモチベーションを下げない、コンフォータブルな素材であったりとかっていうことにはなってくるとは思うんですよね。その、まあ、会社の雰囲気にももちろん ね寄ってくるかなとは思いますけれどもまあ、だからといってじゃあニットにします、まあ、ハイゲージのクルネックがよろしいんじゃないでしょうかとか、はい、ローゲージのタートルネックはいくら暖かくって首周りもカバーしてくれてずっと原稿とか、まあ、デスクワークに集中できるとしてもやめましょうとかそのあたりはやはり必要なんじゃないかなとは思いますけれども。そうなんですよね。まさに今奥田さんが大事なキーワードをいくつか言いました、はい、一つにはコンフォタブルであるというのはもう、働き方改革の中では重要な着こなしの変化のファクターになってきていると思うんですけども、自分自身が快適である、でそれが、まあ、一緒にデスクを囲んでいる人も快適であってほしいじゃないですか、はいはいはい、でそういった時にその次に出てくるのが着ているお洋服のアイテムの種類も大事なんですけど素材感ですよね、はいはい、でそこが、まあ、ニットでハイゲージの方がドレッシーに見える、はい、ローゲージの方が少しカジュアルに見えるということが、はい、なかなか皆さん、ね、ご理解いただけないのが難しいと。自分の着心地も考えながら、はい、またそれがどういうふうに見えるかを考えながら素材を選ぶのが大事ですよね、大事ですね、はい、お洋服のアイテムとして使い勝手のいい、アイテムって何ですかね。そのデスクワークが多い日に、私よくこれからのシーズンですと申し上げるのはウォンビズの時の着こなしを尋ねられる時に、はい、スリーピースのスーツをおすすめすることがあるんですね、まあ、もちろんタイドアップする場合もしない場合もあるんですけども、スリーピースのスーツってすごくこうキザな風に見える場合もあるんですけども、実は、まあ、洋服の歴史を遡るとどん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 洋服のルールっていうのは新しく進化していきますので、はい、歴史が全てではありませんが、シャツ、このスーツの下に着てるシャツっていうのは下着だったわけですよね、ですからそれを見せないほどドレッシーであるということで、よくパブリックなスペースでジャケットを脱がない方がいいとか、はい、そういうことなんですね、下着一枚にならないように、であるならば、例えばデスクワークの自分で仕事をしているときに、ジャケット脱ぎたいですよね、で脱いだときにその3ピースの中のベストがあるだけでシャツが見える、ウエイトが減り、分量が減りますから、少しドレッシーに見えるということで、スリーピースのスーツはそういう使い勝手がいいですよっていう風な話をするんですけども、例えば女性とかですと、こう気温、温度の変化、お部屋の、ね、暑い寒いってあるじゃないですか、はいはい、ああいう時ってどういうアイテムを使えばいいんですかね。
まあ、私がおすすめしたいのは、冬であればやはりウールがいいと思います。でメリノウール 100% とか、基本的には天然素材 100% で、呼吸をしてくれる、素材がいいと思うんですね。で絨毛なので汚れがつきづらいっていうことと、あとは吸湿性発汗性速乾性が高いので、扱いもすごくしやすいんですよね。でハイゲージで毛足の長くないものであれば毛玉の心配もないですし、あとは細くて、少し光沢のある糸なんかを使うとニットだけれどもかなりこうなんて言うんでしょう、きちんとした雰囲気にはなるので、私はほとんどニットですね。そうなんですね。今、天然素材の話になったじゃないですか、コンフォタブルであるとかっていう話になると、当然日本の繊維メーカーすごく進化をしているので、高機能素材、化学繊維の話になるわけなんですね。どれが夏向きなのか、冬向きなのかという話になるんですけども、実は今奥田さんがおっしゃったように、天然素材には素材が生きているので、こう毛足が開いて空気を通したり、閉じて、吸湿速乾というふうな機能をもともと持ってるんですよね。そうなんですよ。それは伝わってないですよね。そうですね。あとはやはりきちんと手入れをすれば長持ちをするっていうこともあるので、基本的には、もちろん当然サステナブルであるっていう、地球に帰っていくので、そういった部分ももちろんあると思いますし、で女性ってこう素材から伝わるメッセージってものすごく大きいんですね。ゴワゴワすると心もゴワつくし、ガリガリしてると心もガリガリするし、すごくそこって大きいんです。あんまりそこ無視しちゃいけないなと思っているので、必ずアンダーにシルクを忍ばせてくださいっていうふうにはお伝えします。でそれは気持ちももちろんそうだし、あとは肌着としての効果、消臭性、消臭効果だったりとか、呼吸をしてくれたり、もちろんそういうこともあるんですけれども、あとは、表に着たニットの、シルエットをものすごく柔らかくしてくれるんですね。やはり下にコットンを着るとパリッとするんですよ。なるほど。なので、デスクワークの時はシルクが、いいんじゃないかなと思いますね。そういう素材の機能っていうのはもっとどんどんお店に行った時とかに、ブランドの方とか百貨店の方とかに聞いた方がいいですよね、いいと思います、教えていただけますもんね、そういうことで商品を選ぶと、その商品の思い入れも持てますし、先ほどサスティナブルっていう話があります。これ非常にファッション業界にとっても、働く皆さんにとっても大事なキーワードになってくると思いますけども、自分が気に入ったものを買って長く着ていくっていうのは一番サスティナブルですよね、そうです、そうだと思います。でいずれはきちんと地球に戻っていくっていうことで、基本的には選ぶようにしてますね。そうですよね、男性の場合にはそのベストが、非常にこう使い勝手がいいアイテムなんですけども、ニットでも例えばカーディガンがいいのか、クルーネックがいいのか、タートルネックがいいのか、もちろん、全部使い回しをできればいいんですけども、どれがいいんでしょうね。おすすめはクルーネックですね。クルーネックが1枚あると、1枚着て、あとはパールをどういう風に見せるかっていうのでも、結構夜と昼の軸が両方いけるんですよね。なるほど。なのでもちろんツインニットもとても活躍してはくれると思うんですけれども、カーディガンのこう縦に並んだボタンが少しこうなんていうんでしょう、ほっこり感を出してしまうことがあるので、ハイゲージ、そうなんですよ、ハイゲージだったらクルーネックが使いやすいかなと思います。で1枚で着てパールのネックレスを表に出す場合はすごく華やかになります。なので昼間は半分ぐらい隠せばいいと思うんですね。なので首の横にこうパールが少し沿うような感じで、パールの先、ネックレスの先は中に隠れているっていう、こう外に出てるとこうアクセサリーとか光がトゥービジーな感じがする、やりすぎくになりますね、やりすぎな感じになるんですよね、なので少し隠して、半分隠して夜になったら出す、約束がある時だったり会食がある時なんかは全て出してもいいと思いますし、あとは中に薄手のブラウス、防体のブラウスなんかは、太陽を外にこう垂らすだけでもうかなりドレスアップにも、応用できるようなコーディネートになりますので、そういった形もしやすいですし、あとはシャツの襟を出すのか隠すのかですけれども、襟で顔周りの表情を変えたりもできるので、クルーネックがいいんじゃないですかね。
で、クルーネックも着るだけじゃなくって必ずこうストールのように使ってもらいたいなと思うんですよね、はい、あの例えばちょっとオフィスが暑くなってきたから、はいはい、下に着ていたシャツ1枚になって、ただこの辺は冷房が例えば当たるからクルーネックをこうストールのように肩にかけるとか、まあ、基本的にはあの変幻自在のアイテムなのであんまり着るだけとかっていうふうにあの思わずに1枚忍ばせておけばストール代わりにもなるのでいろいろ使っていただきやすいんじゃないかなと思います。男性の場合はあの、まあ、クルーネックを着ると、シャツを着ているのが、まあ、それほど見せられないので、逆にドレス感が落ちるんですよね。で、まあ、カーディガンを着ることが多いんですけど、確かに男性もほっこりとしてしまう場合があって、はい、まあ、素材感ですよ ね、ハイゲージを選ばれて、はい、でまあ、しかもお色目も、まあ、例えばネイビーとか、そういう割とこう寒色の濃い色を選ばれた方がいいという話をするんですけども、はい、まあ、デスクワークの時にはそういう気を使う必要がありますよね。そうですね、まあ、とは言ってもね、自宅のやはりダイニングではないので、 ある程度のこうマナーは必要ですよね。はい、私が今日このスーツのままでセミカーを履いてたとしたら、はいはい、おかしなこなしなんですよね、はい、私がすごくよくあのやるのは圧倒的にやっぱり素材なんですよね、それ全部に全部にいける靴を、はいはい、それはどのシチュエーションにもいける、はい、歩きやすくもあり、はい、ドレッシーにも見え、はい、